はいみな、えー、さんこんにちはそれではですねサクセス財務会計論計算編のオリエンテーション講義始めていきたいと思います、えー、この講義ですね担当させていただきます財務会計論の講師を務めている牧と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、早速ではあるんですが、えー、皆様お手元にですねサクセスという新しい教材 手元にありますでしょうか、まあ、こちらのです、ね、オリエンテーション講義の方では当該サクセスと呼ばれるです、ね、教材についての利用方法であったりとかあとは利用上の注意点なんかについてお話しできればなというふうに思っていますので是非ご確認いただければと思います。 で一応ですね細かい論点の解説問題ごとの解説についてはそれぞれ問題ごとにチャプター分けをしていますのでぜひですねそこの部分を確認していただければというふうに思います。 また管理会計論については別のオリエンテーション講義用意されているかと思いますのでそこをですねぜひ確認していただいて財務会計論とは若干ですね復習の仕方だったりとか利用の方法変わってくる部分ありますので気をつけていただければと思います。 はい、ではですね皆様、お手元のサクセスの方ページの方をめくっていただいてこのページそれぞれ確認しながらですね中身見ていきたいと思いますのでご用意くださいはい。 扉の1ページ目のところですねローマ数字の1ページ目の方を開いていただければと思いますけれどもこちらは端書きということで記載されている内容になりますで、ちょっとかいつまんでですね中身の方をお話をさせていただくとまずあのこの教材この教材につきましては各論点の漏らせ及び担当式論文式の出題実績を重視して 作成をしている教材になっていますよということで一応ですねあの内部教材としてアクセスと呼ばれるちょっと似た教材があるかと思うんですがまああのアクセスについてはより網羅性を重視している教材だと思ってくださいテキストにリンクするような形で内容を網羅してですね基本的なところしっかり担当と論文式試験で対策を取っていこうという教材になりますのでそこと若干こう変わってくるのが よりですね本試験担当だったり論文式の本試験を重視していますよという点になりますのでまそこは意識いただければというふうに思っていますはい、その後にも記載を行っている通りですが基本的な内容も含まれますかなり簡単な内容としてもですね含まれてくるんですけども一方で本試験において実績のあるような 応用的な内容というところも網羅することに心がけていますよというところなので是非ですねちょっと本番を意識した問題も解いてみたいとかあとは基本的な内容から難しい本試験実績のある内容まですべてを網羅していきたいということであればこのですね教材活用いただくといいのかなというふうに思っています。 はい、でその先ですね各省の構成構成としましては担当論文式試験の出題実績、はい、本試験で過去どういったところが出ていますよという出題実績であったりとかあとは学習方針の部分ですねどういうふうに取り組んでいくべきですかと合わせて論点編テキストのかいつまんだ内容の方ですね記載しているのとあと問題編 まあ各章の問題ですねご用意していますのでまあ基本的には最後の,あの問題の部分がメインになってくると考えていただければと思いますけどもまその一方で論点の部分についてもですねご用意していますのでまあちょっとこう問題の方を確認した後に教材中身の方を確認したいなということであれば論点編の方ですね開いていただいてあそことリンクしていただくといいのかなというふうに思います。 えー、タック学内のですね、えー、テキストの方をお持ちの方は、まあ、そことぜひつなげていただければと思いますけども、えー、一方でテキストちょっと持ってなくてですね、えー、当該問題集だけ購入された方は、まあ、この論定編の方でですね、えー、内容の方を確認できますので、えー、ぜひつなげていただければと思いますはいで、えー、この部分についてちょっとですね、えー、こちらサクセスの丸丸一一の方を、はい そのままページの方を進めていただいて1ページ目ですね1ページ目第1章の有価証券という部分を確認をしながら、まあ、実際にどういった構成になっているかですね見ていただければと思いますはい、えー、こんな形でこう各章分かれているかと思います第1章有価証券とかですね第2章外貨換算会計ということで章が分かれているかと思うんですけども章をページさらにめくっていただくとはい。 まずローマ数字一番として、担当式試験の出題実績ですね、はい、そして学習方針を示したページが出てくるかと思います。まあ、この有価証券については、ちょっとページ数の関係もあって、はい、見開きの方でですね出題実績示しているというところなんですけれども、一応、2006年ですね、2006年。 いわゆる新試験制度というところが開始したタイミングのところから実績を記載しているというふうに確認してもらえればと思いますで新試験制度以降ですね2009年まではいわゆる5月担当式試験までしかありませんでしたのでこの6789については全部1回分の記載ということになっていることを確認ください 一方で2010年からは12月担当出来上がったよということでローマ数字1番2番に分かれていることも確認いただければと思います。 はい、で担当式試験です、ね、出題の出方としては、出題の仕方としてはいわゆる個別論点ですね、担当式試験で、まあ、発展問題というところと、あとは総合問題ですね、一番最後に乗っかっている総合問題というところでの出題があるんですけども、まあ、昔はですねこの個別問題のところだったりとか、あとは総合問題。まあ そこでのですね出題実績ありましたので、えー、個別論点についてはいわゆる難易度の部分を ABC3 段階で示していると思ってください一番下に記載をしているとおりですね。はいえー、また 総という漢字の部分につきましてはこちら総合問題での出題を示しているということになりますのでちょっと総合問題ですね全体の難易度というところが例えば B だったとしてただこの有価証券については A だよとかそういった中身もありますのでちょっと示し方悩んだところですが総合問題で出ているというですね出題の形式にさせていただきましたので参考にしていただければと思います。 はいただ、えー、最近の試験状況を、えー、理解されている方は次のですね、えー、3ページ目確認していただくと分かるんですけどももうですね、えー、総合問題総合問題の方がもうが連結会計中心にしか出題されていませんよと。 まあ昔はですね総合問題が2問出ている時代がありましたので、まあ、その名残でですね総合問題のまあ練習というところもある程度積んでおいた方がいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、一方でこう実績の方がもう連結1問、まあ、ちょっとこうたまに連結キャッシュが混ざってみたりとかもありますけどもただ連結中心に1問というところになっているので、まあ、最近は総合問題ですね、はいまあ、見ていただいて分かる通り出ていませんよということをご確認いただければと思います。 はい。あとはちょっと細かいところで2021年ですねこの年受験経験がある方はご存知かと思いますがいわゆる新型コロナウイルスの影響でですね12月担当がなくなってしまった回というところになりますのでこちら1回分の記載ということになってますここだけ1回分ですね、はいまあ、あの確認の方それぞれしていただければと思います最後に累計というところ 一番右側の「累計」という部分については、まあ、ここまでですね全29回分新試験制度以降の29回分の中で、まあ、それぞれの論点が何回ずつ出題されているよということを記載していますので、まあ、ぜひですね、えー、復習時の参考にしていただいて、まあ、やはりこう直前期なんかについては実績のある内容を中心に学習していくべきだと思うんですね。 もちろん時間がある際はまんべんなく出題実績がある部分については一通り確認をしていただければと思うんですけどもただここまで明確にですね実績の方が分かれている場合については試験直前の時期なんかについてはそこを優先して学習すべきだと思いますので是非意識してみていただければと思います。はい あとは3ページの一番下の部分ですね担当式試験の学習方針ということで記載がありますけどもいわゆる担当式試験に向けて12月5月の担当式に向けてどういったアプローチを取っていくべきなのかというところをそれぞれの証ごと記載していますので確認していただければと思います。例えば有価証券でしたら担当式試験で非常にこうよく出てますよと品質論点ですよというところなので、まあ、網羅的に確認をしていくべきなんだというところですね。 はい、であとはある程度こう問題の傾向が決まっていますと内容の方が決まっていますのでしっかりと問題編の方でです、ね、問題の慣れをしていただければということを記載しています。 まあ場合によっては全然出ていませんよというところだったりとかあとは出てくる場合についてはかなり難しくなる可能性があるので最低限の知識持っておいていただければ周りとの差はつかないんじゃないかなといった内容を記載していますのでぜひですねここも取り組む前に軽く参考にしていただくといいかなと思います。はい、でそのままページの方ですね4ページ目の方に進めていただくと今度ロー話数字2番に変わりまして 論文式試験での出題実績と学習方針を示ししてているページが登場してきます論文式試験はご存知のとおり年1回ですね8月に実施されますけどもその2006年新試験制度以降のところで毎年1回分の出題がありますよということで記載を行っています。はいまあ、こちらも見開きでですね5ページ目の部分には22年のものとあと累計ですね 論文式試験については新試験制度以降17回出題がありますと問題がありますのでその中で何回分出ていますかということを記載していると思ってください、はい、で論文式試験についても、まあ、先ほどの担当式試験の総合問題と同様なんですけどもやはりこう難易度分けの部分が難しいと まあ総合問題全体としてはやはり B なんだけどもただここだけ切り離すと A だよねとかそういった問題もかなりありますので、えー、ちょっと混乱を避けるためにですね出題のありなしというところを丸,、えー、丸と空欄で合わせて示していますから、まあ、単純にこう丸がついている箇所については出題の実績があったんだというふうに考えてもらえればと思います。 一方で空欄の部分なんかについては特に出題がありませんよということを示していますのでその観点で論文式試験参考にしてみてください,、はい。有価証券についてもですねこちら論文式試験の方では担当と一風変わりましてあまり実績がありませんよという旨が学習方針として記載されています。 ただ、その他有価証券についてはですねよく出ていますよということは記載していますのでぜひそういった内容をです、ね、実績の部分だったりとか学習方針の方で拾っていただいてご自身が目指しているまずは試験ですね担当式試験なのか論文式試験なのかで少し学習の取り組み方が変わってくるんじゃないかなというふうに思いますのでぜひ意識をしてみてくださいはい。 ではそのまま6ページ目の方に進めていただいてこちら論点,編論点編を記載したページになっています。論点編ですねテキストの抜粋ということで、まあ、あの基本的な内容の方具体的な数値とはあまり使わずに有価証券ってこういう内容でしたよねとか有価証券で意識すべきポイントなんかをいろいろとまとめていますのでぜひ、まあ、参考にしていただくといいかなというふうに思います。はい でこの論点編の方が各章、しばらく続きましてそこからですね今度、問題編の方に移ります。はい、こちら、問題編の方ですね、確認をしていただくと分かるんですけれども、それぞれ問題の番号とあとは問題のタイトルですね、記載を行っています、そして重要性の部分ですね、こちらは出題の実績の部分を加味して、こちら。 ABC3 段階で示していますので、まあ、各問題はですね取り組む際の目安ととししてて確認をいいただければと思いますあとは難易度についてはですねちょっと私どもで勝手に決めている部分もありますけども一、まあ、つこう参考にして頂い,いて講師が考える水準ですね難易度 B についてはちょっと難しめな内容が入っているとかあとは単純にボリュームが非常に多くなっていて集計漏れとか起きやすいかなということで設定しています。 A については本試験出た場合についてはしっかり取り切ってほしい内容であったりとかか、まあ、かなななりこう基本的な内容ししっっててていいいいいよとととうことを示していると思ってくださいでたまにこう難易度 C の部分がありますのでここはですねヘロン点的に難易度が高いとかあとは問題自体が難しい問題の、まあ、こう問取り組み方ですね出題の仕方が難しいというところになりますのでそこもあの合わせて ABC 確認をしてもらうといいかなと思います。はい であとは最後、ページですねここはもう読んで字のごとくですけどもページ数ここからこの問題が始まりますよということを記載しているので確認をしていいただければというとうころですね、はい、でちょっと問題の方を覗いてみるとそのまま44ページの有価証券1個目の問題になりますけども、まあ、こういった形で各問題の方が用意されていると思ってください。 でここに対してですね回答してほしい部分例えば45ページのところなんかで「問1問4」というところを用意していますけどもここは本試験がかなりこういろんな出題の形式あるようにこのサクセスの中でもですね例えばこう表の中の数字を埋める問題であったりとか今回みたいに PLBS の一部を聞く問題であったりとかあとは仕訳をです、ね、書きなさい仕訳を答えなさいという問題の方いろいろとバリエーションを揃えていますので そこは本試験でもそうですからぜひしっかりと対応できるようにですね各問題ごとに取り組んでいただければと思います。はいでいわゆる回答用紙の方ですねご用意していませんので、まあ、裏紙とノート等を活用しながら問1から問4の部分回答いただければ繰り返し問題解くことができるんじゃないかなという,ふうに思いますのでちょっと回答用紙用意していないよというところだけですねご利用意いただくといいかなと思っております。はい で次のページですね46ページの方を確認をしていただくと、はい、いわゆる回答の方が記載されています。でこの回答に対して解説の方がですね次のページ以降始まってくるんですけども47ページ見開きの右側の47ページ確認をしていただくとい、まあ、今一度重要性と難易度の部分そして目標回答時間ですね 最終的に問題を解き進める中で本試験直前この時間内に解ければもうかなりいい状況ですよということを目安として示していますので、まあ、初見ででの時間ではないといいいととうに考えていただければと思いますあくまである程度復習が進んだ際に最終的に目指す目標時間というところになりますのでここは初見ではありません初見ではありませんから気をつけていただければと思います。はい そしてその下「復習管理表」という部分ですね後ほども目次の部分で確認をするんですがこの「復習管理表」をうまい具合に活用していただいてやっぱりこうただ解き直す解き、まあ、回転させるというところでは、まあんまりこう意味がないかなというふうに思っていますので。 えー、ここですね。何回も何回も解くというよりは、しっかりこう問題一問一問丁寧に確認をしていただいて、ご自身でどこの内容が漏れているのかと、まあどの内容が足りていないのかというところをしっかりと整理するような形で使っていただければと思います。はい。で復習管理表今簡単な例示してますが、例えば1月1日にですね問題解きましたと、その際の回答時間しっかり測っていただいて、15分かかりましたよと。あとは右側のコメント欄に。 反省点ですね、えー、ちょっと形状区分間違えちゃったんだとか車載の流動固定分類間違えちゃったんだということで記載を行っているんですけども、まあ、ここですねあのぜひご自身の出来ですね、えー、その時解いた感触一番新鮮な時期のところで、まあ、すごいよくできたら A とかあとは、えー、ちょっと留意点残るな何か微妙だったなというところであれば B とか。 えー、あるいはもう全然できなかったと、えー、この問題はもう一回解かなきゃ絶対ダメなんだというところで、えー、C ということで、まあ、あの丸ツ三角でも何でもいいですけどもコメントの部分ですね、えー、こういった3段階評価を、えー、しっかり示していただくと、えー、次復習する際次もう一回解く際に、まあ、指針になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ただ解くということをやめていただいてですね是非、えー、このコメントの部分で解き直しをすべきなのかどうかというところ記載を行っていただくといいかなと思っています。 はい、であとはまあ各問題ごとにですね出題と簡単にコメントを入れていますので、まあ、ここも参考にしていただければと思います。どういった意図でこの問題を出しているかというところですね簡単に確認できるようにしていますので、まあ、論点の注意点だったりとかあとは本試験、過去にこういったところで出ていますよというところも軽くコメントを入れていることがありますので確認をしていただければと思います。はい あ,とすいませんあの復習管理表の方で触れ忘れたんですがこれ簡単にこうページ数振ってあると思うんですね P11 とか P21 とかこれ何かと言いますとあのまあご自身で別のテキストですね TAC の教材だったり別の予備校の教材の方をお持ちの方はまあそのテキストをしっかり見ていくかと思いますのでえまあ当該テキストのですねページ番号を振っていただくといいかなと思いますけどもまああの私の方で記載したページ数はこのサクセス上のページ数ですね 例えば11ページの部分で、はい、有価証券の形状区分について示した表が大きく乗っかっていますので、まあ、ここの部分の知識が漏れていたんだということをしっかり記録で残すために簡単にリファレンスだけページ数を振っています。はい、であとは21ページについてはですね社債の流動固定分類についての記載が21ページの部分ありますので、まあ、この21ページの部分ではい。 しっかり確認しましょうということでですねリファレンスの方を振っていますのでここら辺はご自身がよく使う教材とつなげていただくといいんじゃないかなというふうに思っていますちょっとこういろいろと持ち歩くのが大変ということであればこのサクセス上のリファレンスの方を振っていただいてもいいのかなというふうに思いますので是非参考にしてみてくださいはい。 まあ問題編はそんなところですかね、えー、各細かい説明については、えー、問題ごとの解説をご確認いただければと思っています、はい、では、えー、一度また目次の方ですねはし書きの方にお戻りいただきまして、はいえー、今各章の構成についてお話をさせていただきました で簡単にですね解答解説の部分の話もしてきたんですけどもこの解答解説だけではなくていわゆるこちらですね下書き例というものもそれぞれの問題ごとに用意しています。下がき例ですね 講師の方で下書きを書いたものとそこにいわゆるポイントですね解説の方を示したような内容がこの下書き例の方を乗っかっていますので講義録の方に添付されてくるかと思いますからぜひ気になる問題とかちょっと確認しておきたい問題についてはですね講義録の方を確認をしていただいてそこで下書き例参考にしてもらうといいかなと思います。 あとは下がきれいにつきましてですねただ乗っけていても仕方ないというところでこちら解説講義標準装備をしています、はい、やはりこう問題の中でですねわからない部分とかありましたらこの解説講義の方一度確認をしていただければそこでポイント等を解説しているかと思いますのでぜひ参考にしてみてください でそれでもわからない場合については、まあ、いご質問コーナーとかをうまく使っていただいてです、ね、ご質問いただくのがいいのかなというふうふに思いますのでまずは解説講義の確認とです、ね、質問コーナーの方ですを、ね、合わせて使っていただければというふうふに思っています。 はい。で中にはですね、ちょっとこう教材の中でいわゆる正語だったりとか、まあ、訂正の部分必要な箇所が出てくることもありますので、そこはあの追ってですね、正語表の方を出したりとかしていきますので、各塾ご確認いただければというふうに思っております。はい。ではその下ですね進めていただいて、はい。 えーマーカー2箇所で分けている箇所なんですけどもえ水色部分、個別論点編1から3え構造論点1から3で担当論点編ということでまあ一応、財務会計編につきましてはサクセスを7冊発行していく予定です。冊ってね 出ていきますよということでまご視聴のタイミングによってはもう7冊が揃っているタイミングかもしれませんけどもまこの7冊については基本的にはまず担当式試験にしっかりと特化するときに活用することができるようということで記載を行っていますであとは黄色いマーカー部分についてなんですけども重要性とかだけ少し気をつけていただくとですね論文式試験に向けての教材としても活用することができますよと ただ1点注意点としましては担当論点編につきましては、まあ、完全に担当式試験のみの出題を意識した内容になっていますのでここはですね論文式試験の方では、まあ、あまりこう役立ってこないかなというふうに思いますからちょっとそこだけ担当と論文の区別だけですね気をつけていただくといいかなというふうに思っております。はい。 その下ですねえごめんなさい次のページになりますが本書の特徴というところですけどもまあこの特徴につきましてはすべて各省ごとの,まああの記載の方ですね有価証券を使って確認させていただきましたので併せて参考にしていただければと思います。その下本書の対象者というところをご確認いただければと思うんですがこちらの教材についてはいわゆる内部教材の講義まあ基本的な内容のインプットですね あるいはそこに付随するトレーニング、はい、そして、えー、模試であったりとか「登連」と呼ばれる、まあ、あのアウトプットの教材ですねこの内容をある程度消化した方十分に消化した方を対象にしているという教材ですのでそこだだけけご留意いいただければと思いますインプットが不足している状況でアウトプットをたくさん行ったとしても本試験、えー、応用的な問題に対応する能力はなかなかついてきません。 しっかりとインプットの部分ですね内容の理解の方を確認をしていただかないとどうしても本試験対応できませんから順序だけぜひとも気をつけていただければと思っています。 アウトトプットをしっかりやりやたいといとう気持ちもですね、えー、重々承知ではあるんですけどもただご自身の方でインプットが足りてないなというふうに思われていたりとかあとは講師にご相談いただいた時にですねそういった旨を伝えられた場合についてはい、まあ、今一度、えー、既にお持ちのインプット教材テキストだったりトレーニングの部分の基本的な内容の方ですねしっかり活用していただいてその,上でその上で計算力を伸ばしていきたいという方に向けた教材になりますので、えー、少し気をつけていただければと思います。 1からら番ですね、えー、こちら、えー、内部教材の講義で未受講の内容が存在するとかですね、はい、あとは「えー、当練」とか「トレーニングできてない」とかあるいは「やってはいるんだけども復習うまくできてないよ」という方につきましては是非、えー、サクセスではなく、まあ、この1から3番に挙げた内容の方を立ち返っていただく必要がありますので、えー、ちょっとこう解き始める前にですね気をつけていただくといいかなというところになっています。 で最後に本書の利用方法ですね注意点というところで合わせて確認をしていきますけどもまずあの問題についてはですね眺めていてもしっかりこうできるようになりませんのでこういったアウトプット教材についてはですね必ずペンを手にして行うことということを意識してあげてください。 はい、ただまあ2週目3週目というところについてもう簡単にできてしまった問題を正直何度も何度度もも解き直す必要はないいと考えています、まあ、そういった内容についてはもう問題見た瞬間にですね例えばこの問題の注意点はここなんだとかまあ気をつけるべきポイントはここなんだよということをまあ軽く確認していただければ次に進んでもいいかなというふうに思いますのでえちょっとこう使い方ですねただこう眺めて確認するだけだとあまり意味がないのかなと思いますからまあできない問題について しっかりとアウトプットとしてペンを手にして取り組むということをですね意識いただければと思いますはい。またただだらだら解いてもしょうがないですよということで時間を計りましょうという目で記載していますしっかりと回答時間ですね何分で解くことができたのかというところを記載していただいてその上でま時間をですねちょっと意識しながら下書きでを変えてみたりとか下書きで参考にしてみたりとか取り組んでいただければと思います はい、3番は実際にお伝えした通りですね結果をメモすることということでご自身の出来 ABC をメモするのはもちろんのことどの論点が足りていなかったのかどの論点が漏れてしまっていたのかどういったミスをしたのかですねそういったことをしっかりコメント欄に記載していただいてで次の復習時の目安にしていただければと思います。 こちら気をつけていただきたいのはこう全部をですねミスした内容とか事細かに丁寧に丁寧に書いてしまうとだんだんこう面倒くさくなってしまって続かないかと思うんですね。ですのでまあ過剰書きとかもうご自身がわかる程度のメモ書きで構わないと思いますので記録をつけることが大切なんだということは意識いただければと思います。はいで合わせて4番をお伝えした通りですね解説講義を参考にしましょうということで、まあ、ここも合わせて確認をしてみてください。 はい、えー、最後、その後ですね4ページ、5ページについてはもう目次です、これはサクセス一の部分を示していますけれども、まあ、この後サクセス二丸三と続いていく中で各章の目次が入っていますのでインデックスも振ってはいるんですけれども合わせて確認をしていただければと思います。はい でではですね、以上で財務会計計算全体のオリエンテーションですね終わりというところになりますのでこのあと問題を取り組んだ際には各省ごとの問題の方ですねご確認いただければというふうに思いますので気になる論点等ありましたら下書き例と合わせてですね、解説講義の方も参考にしていただければと思います。はははい、い。ででオリエンンテーションは以上とささせてくださいお疲れ様でした。